はい、どうもゲーム仮面です。さあ、ロブロックスのブロックスルーツ、今まで海外のすごい YouTuber の人たちがやってることを、まあ、英語の動画なんでそれを日本語に訳して皆さんに伝えたりしたりするんですけど、今回はこの JSWK さん、はい、この人なんと30万人以上登録者がいるってことでね、まあ、海外だとブロックスルーツめちゃくちゃ人気で、こういう登録者の人たくさんいて、あの100万とか超えてる人もいますからね。で、今回はその人がブロックスフルーツの全ての剣をどれぐらいの強さなのかっていうのをね、見せていきますっていう動画があったんですよ。いや、これすごいね。で、これを見ればどの武器がどれぐらい強いのかっていうのがやっとわかるということでね、250万まで懸賞金を減らした状態です。懸賞金高いとバフっていうのがついちゃうから、それを極力抑えたんですって。で、これ2450レベルマックスで、ソードは今2450マックスにしてると思います。はい、まずは刀ですね。刀はなんと2900ダメージ。あ、本当は2900ダメージなんだ。カトラスがこれまた2900。なるほどね。これも最初の方で手に入るやつ。あ、これ二刀流のやつだね。デュアル刀3500、いきなり上がるね。トリプル刀、まだ新三刀流じゃないやつですね。これは4200食らうと。あ、2つの技を組み合わせたダメージですよ。はい、おっと、アイロンメイス4500。これはあのヤマトが持ってる武器とされてるやつかな。4500だって、はい、続いてパイプ2つの技使って4900ダメージ、結構高いね。ワーデスソード、お、かっこいいね。これリーチが長いように見えるけど、はい、これもう5100食らうと。続いてデュアルヘッドブレード、これかっこいいよね。刀が2つついてるやつね。この両サイドについてるやつ、これが5800ダメージ。続いてはポール、これ V1 ですね。 V1 なんとこれ5700レベル。まあ、これエネルの武器ですね。あ、続いてはこれアーロンの武器。アーロンの武器の方が高いんだ。アーロンの武器、地面粉々にするっていうね。この攻撃で6300。うわー、すげえ。結構ここら辺ダメージ与えられるんだね、2つ技使ったら。はい、続いてトライデント6200。あ、どんどん上がってきてる。こうやって比べると分かるね、強さが。おお、相手を引き寄せることができる、これ魚人島でゲットできるやつですね。うわ、すごい。え、こんなことできんの、トライデントって。すげえ、スパイダーマンみたいなことできんだ。そしてビセント、これは白ひげの武器です。7100。さすがあのグラグラの実のね、白ひげが使ってた武器とだけあってね、めちゃめちゃ強いですね。はい、そして続いてセイバー V2。 お、これクリティカルなしで6300。うわー、高っ。ちょっと技見たい、技。うーわ、すげえ。そしてクリティカルの場合、クリティカルダメージだと8400も食らうと。すげえな。え、ダメージ強っ。うわ、すげえ。セイバー V2 ってそんな強いんだ。 V2 にしたことないんだけど、セイバー。お、そしてソウルケイン、これはあのブルックの武器ですね。これも6200。あ、結構高いね。うわ、ブルック強いからね。さて続いては煉獄。うわ、かっこいい。これ煉獄は7300から8000。おお、もう8000近くまでダメージ与えられるようになって。うわ、高っ。え、高っ。え、煉獄ってそんな強いの。やべ、もっとマス上げしよう。はい、続いてジッテ、これはスモーカーの武器ですね。6200。ココ、かわいい名前だよね、ココってね。おお、標準が出てくるの、こんな。技見たの初めてかも。続いては、あ、ダークブレード、夜 V2。 あ、 V2 に進化させてる状態なのね。おーっと、かっこいいよねこの技ね。6600。続いてロングソード6200。え、ロングソードもそんな強いんだ。割とノーマルな感じしたけどね。え、すごい、こんな技だったんだ。あ、グラビティケイン、これはね、フジトラのやつです。おお、すげえ。こんなん隕石落ちてくんの。もうなんか重力の技使えるのね、この武器で。え、すご。うわ、すげえ、隕石落ちてきてんの。
続いてワンド、これが7600、もう7000台当たり前のように超えてくる感じですね。すごいね。さあ、おお、すげえ、え、綺麗、花火みたい。え、そんな技だったの。はい、続いてサッティ、サッティ、これ俺持ってないな。どこでゲットできるか俺は知りません。これ7000だと結構強いよ。エフェクトは、おお、黄色い、サッディ黄色いね。え、めっちゃ強いじゃん。続いては、あ、止水だ、出た。アウトレットパークがあるとこですね。アウトレットモール、はい、おお、すごい、6000。そして出た、新三刀流トゥルートリプル刀、6600から6800。え、意外と低くない？めちゃめちゃこれ、あの、手に入るの大変だって言ってたけど。ああ、でもなんかエフェクトすごいね。トルネード起きとる。うわ、結構派手な演出だ。だけどダメージ意外と思ったより低くない？そしてミッドナイトブレード6000。これは俺も持ってますけどね。これ、刀のデザインがめちゃめちゃかっこいいんだよね。まあデザインは全ての武器が変わってしまうことがね、運営によって、もう情報公開されてますけど。あ、これドラゴントライデント。これ、あ、トライデントの進化版みたいなやつね。こんなかっこいいエフェクトなの？え、すげえ。これも6600まで、最高マックスが。そうなんだ。これは知らないとわからないね。あ、続いてポール V2。これは、ランブルを覚醒した状態、全覚醒したら、ポールを持ってる状態だと、なんとこの状態にすることができるということでね。めちゃめちゃかっこいいよね、これね。武器のデザインもいいし、でも、意外とダメージ 6200？ マジで？だってランブル全覚醒しないとゲットできないんだよ、これ。意外と厳しいな。あ、そしてツインフック。これはね、ゾウから、ゾウさんからゲットできる武器ですね。さあ、行ってみる。おー、これ6400。そしてダークダガー。これはね、インドラを倒したらたまーに落とすと言われているやつ。これ持ってないな、俺。これ6400。ちっちゃい剣だから、当てづらい？もしかして。もう、だって拳、格闘スキルと同じぐらいの、あれじゃない？それで6400。だったら他の剣の方が強いかもしんないね。あ、そしてこれ、ツシタですね。ツシタ7300。要は、二刀流、おでん二刀流になる前の状態でそんな強いんだね。そして山、5700。まあ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 、おでん二刀流の前の状態だからね。ちょっとダメージが下がるけど。まあそんなもんだよね。でもこれ二つともね、ゲットすんのめっちゃめんどいんだよね。動画出したけどさ。キャベンダー。キャベンディッシュが持ってる武器。美しい海賊っていう名前だね。あの、日本の名前だと。これかっこいいね。おー、すげえ。さすがちょっとナルシストっぽくね。あの、花が散るっていうね、演出がついてますけれども。あ、そしてバッティーソード。これはあれ、ビッグマムの武器だっけ？結構ここも7000から8100。ダメージ高いなぁ。あ、これね、ビッグマム使ってたね、この技。そしてカマ。これはソウルリーパーを倒したらゲットできるやつですね。ハローシーザー。これが6500。あ、意外と、それなりって感じだね。なんか、低すぎず高すぎずって感じ。そして、スパイキートライデント。トライデントだけでね、3種類ぐらいあるんだね。6700ダメージ。おー、これあれか。もちもちの、あの、あれだね。カタクリが持ってた武器だね。カタクリ倒した時にたまにゲットできるやつか、これ。6700は高いね。そして続いて CDK。おでん二刀流ですね。これがなんと6400。意外となんか最強ではないんだ。俺いつも使ってたけど。でも6400よりも高い攻撃力のね、武器があったもんね。これ意外じゃない？あ、これ溜め技なんだね。だから X 技と Z 技を完全に溜めた状態でやると、よりダメージが上がるから7900ダメージまでいくんだ。ということで、溜めていけば強い。
ということで、これダメージランキングで言うと、なんと3が煉獄7300から8000ダメージ、そして2位がなんとバッティソード、ファーレンジ X っていうね、あの X 技、あの広範囲の X 技をうまく使うことによって8100ダメージを出すことができると。そして1番はセイバー V2、 しかもクリティカルヒットしたら8400までダメージいきますということでね、実はトップ3におでん二刀流入ってなかったんですね。ショック、うわこれは衝撃だったね。いややっぱ海外の分析してるね、YouTuber の動画はね本当に勉強になるんで、ちょっとまた皆さんが強くなるための情報があったらね、あの皆さん伝えていきたいと思いますんでね、チャンネル登録まだしてないという方は、してもらえたらと思います。以上ゲーム仮面でした。